アラゴン州、アラゴン州、アラゴン州は、スペインを構成する自治州の一つである。ウエスカ県、サラゴサ県、テルエル県の三県からなる。スペイン北東部に位置し、北はフランス、東はカタルーニャ州、南はバレンシア州、西はカスティーリャ・ラマンチャ州、カスティーリャ・イレオン州、ラリオハ州、ナバーラ州と接している。州とはサラゴサ。 8世紀にイスラム勢力がイベリア半島を征服するとフランク王国はピレネー山中に多くの白領からなるスペイン偏教領を置き干渉地帯とした。現在のアラゴン州に含まれる地域にはハカ、アラゴン、ソブラルベ、リバーゴルサの白領があった。11世紀にナバーラオ・サ著三3世はカスティーリャからこの三白領に至る大王国を築いたが、 その死後に、ロードは分割され、1035年に、ラミロ一世を王とするアラゴン王国が成立し、ソブラルベとディバゴルサを併合した。1137年、アラゴン女王、ペトロニーラとバルセロナハクラモンバランゲイ四世の結婚によって、アラゴンとカタルーニャは同君連合となった。これ以降カタルーニャもまとめて、アラゴン王国と呼ばれるが、二つの地域では、 法制度や議会は別のままであった。今日では、カタルーニャ・アラゴン連合王国とも呼ばれる。連合王国は13世紀のハイメイ一世の時代に、バレアレス諸島とバレンシアを征服し、シチリア王国、ナポリ王国、サルデーニャも領有して、地中海帝国を築いた。アラゴン王国のフェルナンド二世とカスティーリャ王国のイサベル一世の結婚によって、1479年に、 カスティーリャ王国とアラゴン王国も同訓連合となった。これによりスペイン王国が成立したとされるが、やはり法制度や議会は別のままで、歴代のスペイン王は称号をカスティーリャ王、ガリシア王、アラゴン王、バルセロナ博のように名乗った。カタルーニャとアラゴンがカスティーリャの法制度に組み込まれ始めるのは18世紀のスペイン継承戦争以降である。 1978年のスペイン新憲法成立後、1982年8月16日にアラゴンの自治憲章が発行し、かつてのアラゴン王国、カタルーニャを除くの領域にアラゴン自治州が成立した。アラゴン州の面積は4 7 7 2 0 2 5トルであり、カスティーリャ・イレオン州、アンダルシア州、カスティーリャ・ラマンチャ州に次いで17自治州中、 第4位である。内訳はウエスカ県が1万 5636.40km サラゴサ県が1万 7274.28km テルエル県が1万 4809.57km である州北部にはピレニエ山脈がそびえる山脈の中で最も急峻な地域となっており山脈の最高峰である アネート山やペルディード山がある。山脈沿いには美しい風景を保った多くの谷が残されている。また、オルデ・サイモンテ・ペルディード国立公園がある。州の中央部は西から東にエブロ川が流れ、標高の低い地域となっている。州都のサラゴサはエブロ川沿いにある。州の南部も標高の高い山地となっており、スペインの中で 最も人口密度のの低い地域の一つである。この産地はイベリコ産系と呼ばれ、エブロ川流域とスペインの中央平原を隔て、両地域の気候の違いに影響を与えている。アラゴン州は三つの県によって構成されている。県と県との名前は全て同じである。アラゴン州の州都はサラゴザに置かれている。州の人口の約半分はサラゴザ。 人口66万が占めている。33のコマルか軍に分けられる。人口が上位の自治体は次の通り。アラゴン州の一人当たり域内総生産はスペイン平均を上回っている。伝統的な農業主体の経済は20世紀中頃に大きく変容しており、今日ではサービス産業部門と工業部門が州経済の屋台骨になっている。 エブロ川流域には灌漑設備が整備されており、小麦、大麦、ライ麦、果物、ブどうなどを生産している。ウエスカ県などでは、羊や牛などの家畜が飼育されており、州内に牛は33万4600頭、羊は286万2100頭、豚は367万頭、ヤギは7万8000頭、課金は2054万5000匹がいた。 アラゴン州の工業の中心地はサラゴサである。州最大の工場はサラゴサにあるオペルの自動車工場であり、8730人を雇用して年間20万台を生産しているほか、サラゴサ周辺には多くの関連企業が集積している。サラゴサ市内には鉄道車両や家電製品を製造する大規模な工場もある。オホスネグロス近郊には鉄鉱石や 石炭の鉱山がある。ピレネー山脈に水源を持つ河川には多くの水力発電所が築かれているほか、テルエル火力発電所は1050メガワットの発電出力を持つ。ウエスカ県サビニアニゴにはアルミニウム製錬所がある。エレクトロニクス産業の中心地はサラゴサに加えてウエスカ屋である。化学工業はサラゴサ、サビニアニゴ、モンソン、テルエル、オホスネグロス、フラガ、 ベガバレなどで発達している。は67議席からなり、サラゴサのアルファフェリア宮殿を議事堂としている。2015年以降のはスペイン社会労働党のハビエル・ランバンである。スペイン国会におけるアラゴン州の議席配分は、スペイン会員が13議席、スペイン上院が14議席である。国民党やスペイン社会労働党などの全国政党に加えて、 アラゴン州では多くの地域政党が活動している。アラゴン主義左派のアラゴン主義連合、アラゴン主義だがより保守的なアラゴン人党派パーなどである。チュンタ・アラゴネシスタは2000年スペイン議会総選挙から2008年スペイン議会総選挙まで2期8年の間はスペイン会員に議席を保持していた。アラゴン人党は国民党の提携政党をして スペイン会員に議席を保持している。2011年にアラゴン州政府が実施した調査によると47.6%はアラゴン州の自治権の拡大を望んでおり35.2%は現状の自治権に満足しており6.0%は自治権の廃止を望んでおり3.2%はスペイン国家からの完全な独立を望んでいた。 公用語はスペイン語のみであり、アラゴン州ではスペイン語アラゴン方言が話されている。北部のピレネー山脈沿いではアラゴン語も話されており、アラゴン語はスペイン語と同様にゾクラテン語ら派生したロマンス語の一つである。また、カタルーニャ州に隣接している地域ではカタルーニャ語も話されている。2006年4月21日。 アラゴン州営のテレビ局であるが放送を開始した。設立法案は1987年にはできていた。ものの、その後、様々な政治論争が巻き起こったため、設立計画は片隅に追いやられ、事実上中断されていた。この間、様々なメディアグループによって、州内を対象としたテレビ局設立の動きが見られた。まず、国営のテレビシオエスパニョーラ・アラゴン支局は、 州内を対象とした情報番組のための放送センターをサラゴサに設けた。1998年にはサラゴサにローカル TV 局のが設立された。2005年、アンテナアラゴンは地方市のエラルドでアラゴングループのティバと合併が誕生した。また民放全国放送のアンテナさんは一部の時間を州内のローカルニュースに割り当てていた。 アラゴン州内では、A-23 号線が、ウエスカとサラゴサとテルエルの県と3都市を結んでいる。a p 2号線、欧州自動車同時 E90 号線は、サラゴサとバルセロナやリエーダを結んでいる。A-2 号線は、欧州自動車同時 E90 号線は、サラゴサとマドリードやグアダラハラを結んでいる。a p 6 8号線、 欧州自動車道時 E804 号線はサラゴサとログローニョやトゥデラを結んでいる。高速鉄道アブの北東回廊はサラゴサを経由してマドリードとバルセロナを結んでいる。州内ではカラタユにも駅が設けられており、マドリードとバルセロナを走り通す列車の他にサラゴサとカラタユの一区間を結ぶシャトル便も運行されている。北東回廊は サラゴサからウエスカに至る支線が設けられている。サラゴサ郊外には国際空港のサラゴサ空港があり、パルマデマヨルカ空港、パリボーバティレ空港、ロンドンスタンステッド空港、ブルッセルシャルルロワ空港、ベルガモ・オーリオ・アルセイリオ空港、アンリ・コアンダ国際空港などへの定期便が運航されている。2006年にはウエスカ郊外のウエスカイコール・ピリネオス空港で、 商業運行が開始されたが、チャーター便や季節運行便が主体であり、資産を大きく下回る旅客数や発着回数となっている。テルエル県には空港がない。アラゴン州で最も高い成績を収めているサッカークラブは1932年に設立されたレアルサラゴサである。レアルサラゴサは1957年からエスタディオデラ・ロマレーダをホームスタジアとしている。 1963から64シーズンにはコパデルレイで初優勝し、直近では2003から04シーズンには6回目の優勝を果たしている。国際大会では1963から64シーズンのインターシティーズ・フェアーズップと1994から95シーズンの UEFA カップウィナーズカップで優勝している。レアルサラゴサ以外のサッカークラブには SD ウエスカやなどがある。州北部のピレネー山脈に早などのスノーリゾートがある。ウエスカ県派カは1998年冬季オリンピックから2014年冬季オリンピックまで4大会連続で開催地に立候補したが、いずれの大会も開催地選考で落選した。サラゴサは2022年冬季オリンピックの開催地立候補を検討していたが、 同国内のバルセロナの招致可能性を高めるために2011年に立候補を断念した。結果的にはバルセロナも正式な立候補を行うことはなかった。テルエル県アルカニスにはモーターランドアラゴンがあり2009年シーズンと2010年シーズンにはワールドシリーズバイルノーが開催された。2010年シーズン以降にはロードレース世界選手権のアラゴングランプリが 開催されている。バスケットボールクラブのバスケットサラゴサ2002がサラゴサに本拠地を置いている。バスケットサラゴサは2008年と2010年にレブオロ2部で優勝し2012から13シーズンと2013から14シーズンには2シーズン連続でリーガアッコブ1部のプレーオフに出場した。フットサルクラブの AD サラ10がサラゴサに本拠地を置いている。 2011から12シーズンと2012から13シーズンには2シーズン連続でプリメーラディビシオン一部のプレイオフに出場した。州内にはユネスコの世界遺産に登録された物件が3件、他州、他国との共同を含むある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。